はい、どうも、エムケンさんの町でございます。はい、どうも、ケンさんでございます。さあ、というわけで、はい、今回もね、じゃんけん大会終わりましたけども、はい、今回はですね、上位7人がユニットということで、うん、今回のね、じゃんけん大会始まったわけなんですけども、はい、まあ今回、パルルがちょっとね、前に卒業発表したので、はい、パルルはちょっと、辞退という感じはあったんですけど、うん、まあその辺も含めて、ちょっと A ブロックから、はい振り返っていこうかなと思います、はいはい、さあこの A ブロックはですね、なんといってももう初っ端から、はい、ハルピン、ユキリン、はい、もうね、有名どころがバンバン出てくるっていう感じではあったんですけど、はい、まあね、ちょっとハルピン頑張ってほしかったんですけど、そうですね、もう1回戦で負け、あらあとはユキリンですよ。今回コチカメの、なんで、レイコさんの衣装で髪の毛金髪で出てきたんですけど、うん、まあなんかすごいインパクトあったんですけどね、はい、まあここも1回戦で負けた。意外ですね。いや、ユキリンでもジャンケンに弱いんですよね。そっか、うん、まあ NGT 兼任なんでちょっと頑張ってほしかったなと思うんですけどね。うん、そんな感じかな、はい、あとはちょっと個人的に注目だった日渡しちゃん、はい、日渡んは、はい、もうね、1回戦で負けちゃったんですけど、はい、これなんかあのひよこみたいな格好してて、はい、ちょっと可愛かったんですよね。いや、いいですね。あとはチーム8が坂口渚ちゃん入ってたんですけど、はい、この子もちょっと1回戦負けて、ジュリーちゃん、自分が注目してたメンバー全員1回戦負けで、あーっていう感じで、俺の好きなあの高橋ジュリーさん、あ、そうね、結構いいところまで行ったんですよね、うん、すごいいいところまで行ったんですね。そうですね、まあでもあのこの上位14人は入ってるんで、あ、そっか、カップリングは歌えるのかなっていう気がしますね。はい、というわけで次 B ブロック見ましょう、はい、この B ブロックはですね、先ほど言った島崎遥さんが辞退ということで、はい、そうですね、あの HKT の晴れた目が、はい、こうもうグッとね上がって、うん、あの不戦勝で上がって、はい、その後何やったのも戦って上がって、おすごいね、結構 ね、いいところまで来たんですけど、シード圏からも、うん、ちょっと個人的にね、あの映画ですごいフューチャーされた子なんですよ、うん、でセンター任されたりとかっていうのもあったんですけど、うん、ちょっとね、じゃんけんでも頑張ってほしいなと思ってたところではあったんですけど、ね、はい、惜しかったなっていう気がしますね。ゆかるんさんも、そうなんですよ、ゆかるんね、1回勝ったんで、うん、おこれ来たって思ったらですね、うん、サイヤヤに負けてしまった。あらー、そっか、うーん、このね、サイヤヤとユイリーの戦いっていうのも結構ね、うん、あの個人的に好きなメンバーだったんで、はい、まあ、どっち勝ってもいいなって思ってたんですけど、うん、次にその当たるのがゆかるんだったんで、うん、うわこれこちょっときついなと思いながら見てたんですけど、確かにそうか、うん、逆にね、ミーヨンなんかはシードで、あ、本当だね、あの1回勝って上がってますけど、うん、逆にそこでサイヤヤがミンを倒すっていう、強いっすね、うん、これがじゃんけんの見どころかなっていう、ね、確かに前よりも1回戦あれだったのか、そうっすね、そんな感じですね、まあ、だから注目どころですよ、ユキリン、マユユがもう1回戦ですぐ消えてしまうっていうね、すごいっすね、うん、もうこのユニット選抜の段階でですね、うん、A ブロックからはタナミン、うん、そして B ブロックからは野沢玲奈ちゃん、はい、こんなカオスじゃねえかと、これ今後のユニットやべえんじゃねえかという話がもうね、ちょっとざわ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 ってこう聞こえてくるような感じだったんですけど、はい、じゃあ次そのまま C ブロック見ましょう、はい、さあここではですね、カトレナと小島子、はい、小島ちゃん、うん、これあの個人的にね、小島子勝って、うん、その隣の岡田奈々ちゃんも勝てば、うん、三重州でのバトルじゃないか、ああ、そっかそっか、個人的にちょっとそれも注目してたんですけど、うん、ちょっとね、それがうまくいかずに、そうか、負けてしまったところがあるんですよね、そこはね、うん、あとはやっぱりノエピーですよNGT のノエピーが出ました、ノエピー、うん、シードでね、あの戦ったんですけど、はい、2回戦でそうか負けてしまったんですよ、これは惜しかったね、うん、ノエピーは時の衣装で、あ、もう新潟、うん、もうなんかすごかったんですよ、うん、本当に時みたいな、なんかフォー、うん、フォーってなってるような、すごいね、凝ったやつなんか戦いじゃんけん終わった後に、うん、こうショールームでね、うん、あのリカちゃんが生放送裏配信でやってたんですよ、うんうん、実況しながらっていう、うん、そこにノエピー来た時にですね、うん、もう大号泣して、あ、うん、負けちゃったよみたいな、そうか、うん、ブサイクだよノエピーってみんなで言ってました面白いねまあそれも含めてね、爪痕をね残せたんじゃないかなと思いますけど、うん、うん、まあ、あとはですね、この NMB 対決ですよ、はい、渋谷渚ちゃんと東由紀さんで、はい、由紀ちゃんの対決、はいはい、まあ、これどっち勝ってもあれかなと思ったんですけど、うん、まあ順調にね、渋谷さん、うん、渚さん勝って、うん、ここでですね、あの最後の対決のところですね、はい、あのユニット選抜のバトル、これなんとあのテントウムチの対決なんですよ、はい、あ、そっか、小島子と渚ちゃんって、これもね、あ、いいね、来たねと思ったんですけど、はい、うん、ここでは
渋谷さんが渋谷さん上がったね、うん、いい位置に すごいねいいですね。あとはやっぱチームメイト頑張ってほしいなと思ったんですけど、もうこの時点でね、うん、もうチームメイト同士の戦いっていう潰し合いなんか、うん、ちょっともったいなかったなって。確かにね。はい、では次いきますか。すごいね。さあそして D ブロックです。はい、ここはですね、うん、なんて言ってもコミハルですかね。コミハルちゃん、コミハルはなんかね今日神がかってて、はい、なんかこう話聞いてる限りでも、はい、すげえもうコミハル行くわみたいな、うん、なんか自信にも満ち溢れてて、周りが見てても組み張り強いやべえみたいな感じになってたんで、なってた日なんですかね、結構やばかったっぽいですけど。すげえね、上がったね。うん、あとはナッツンですかね、うん、は安定のこう衣装頑張るっていう、はい、あの水着で出てきて、はい、おおみたいな、うん、そんな感じだったのかなって気がするけどね、うんうん、それこそ勝たなくてもさ印象に残れば強いよね。結構あのじゃんけん大会のメインの見どころってやっぱ衣装だと思う、うんうんうん、その点に関してはね結構ミャオなんかは今あの話題の、うん、あのなんだっけアポーペンの、はいはい、ピコ太郎に扮した状態に出てくる、はい、最新のやつできました、うん、すごい面白かったんで、ね、これはちょっとミャオ全部持ってったなと思いましたけどね。ねえ、ずるい、いいね、素敵です、はい、といったところで次いきましょう、はい、E ブロック、はい、こちらもやっぱチームエイト同士の戦いがちょっと辛いなっていうところではあったんですけどね、うん、ここなんですげえ固まっちゃってるんで、あ、そっか、うん、チームエイト同士のこう戦いはちょっとかわいそうだなっていう気がしたんですけどね。あとはあのあれですよ、ジャカルタから一人来てたんですけど、はいはい、本当その子もね、ちょっと頑張ってほしいなと思いながらも、うん、1回戦で負けてしまいましたね。そうか、うん、残念だ。そんな感じですね、うん、まあ、ここでは湯本亜美さんが、ね、はい、ユニット戦で勝ち上がりましたね。湯亜美さんで、うん、最近結構頑張ってる子なんで、湯亜美ちゃん、うん、湯亜美さん、そうですね。では次 F ブロック、はい、さあここはですね、はい、うん、自分的に注目だったのは、うん、もぎちゃんかな、はい、もぎちゃんちょっと個人的に好きなんで、はい、頑張ってくれるかなって思いきや、やっぱ自分が注目する人みんな1回戦負けっていうちょっと辛いところだったんですけど、不思議ですね、うん、あー、そうか、そうですね。逆にね、こうせいちゃんなんかはもう順々に勝ち上がっていく、うん、俺の大好きなゆりやさんも1回戦であれか、そうか、そんな感じですかね。そうですね、みゆちゃんとかも、そうですね、うん、さあそして G ブロック、 G ブロック、うーん、ここではやっぱりリッタンですよ。リッタンと白馬さんの戦い、はいはい、リッタン負けてしまいましたけど、そうか、うーん、まあね、あの一つねいい経験にはなったのかなと思うんで、うん、これをね NGT に持ち帰ってもらって、はい、次に生かしていただければなと思いますね、はい、あとマリアンネはですねちょっと面白かったんですよ、うんうん、あのコップのフチコさんの格好で出てきて、すごい、本当にコップがこうなんていうの周りにあって、はい、違う足がこう、低いものの足が縁から出てるみたいな、ちょっと面白かったんですけど、面白いそれ、今までにいないあれだなと思って、みんな面白いね、うん、あとさくらたんがあの、何ですか、あのこじはるのにゃんにゃん仮面、はい、みたいな感じで、サクサク仮面みたいな感じで出てきていろいろ考えるね、うん、あと1回勝てばね、あの、なんていうんですか、カップリング歌えるのかなっていうところではあったんですけど、惜しかったですね。そうですね、うん、あとは最近注目を浴びてるチームメイトの早坂つむぎさん、はい、この子もね、ちょっともうちょっと勝ち上がってほしかったなっていうところではあったんですけど、うん、ちょっと残念でした ね、 そうですね、チームメイトみんなちょっと全滅だったんで、はい、ちょっともったいなかったなっていうところではありますけどね、うん、はい、といったところで G ブロックまで見てきましたけども、はい、最終の、ベスト7、はい、ここからですね、またあの変わってくるんですけど、はい、まあ、あのこの時点でもう運強いな、もうなんか神がかってるなってタナミンは、うん、やっぱこうもうシードを引いてるあたりから、あ、確かにそんな感じはしますけど、ここでやっぱ一個注目なのは、うん、15期が、うん、なんと3人入ってるんですよ。15期が3人、うん、3人入ってるんで、コミハルと、うん、岩見と、うん、セイちゃんが3人入ってるんで、すげえな15期と、神がかってるんだ、この中で。そうか、そうなんですよ、そんなに入ってるか、そうか、ほぼ半分ぐらいだもんね。うん、すごかったですけどね。すごいな。どうですか、この7人見て。そうです、正直ちょっと心配かなって思いますけど、なんかこうコアな人じゃないと分かんない人とかも結構いるかなって、う、ね、知る人ぞ知るという人もいるのかなって。だから、ね、逆に言うとね、今までこう、うん、なんだろう、八百長八百長言われてきたんで、うん、
ここへ来てこの7人っていうのがちょっとあなんかガチなのかなっていうところ。そうですね、うん、まあでもタナミンはやっぱ感動的でしたけどね、最後ね。あのタナミンもすごい大号泣でしたけど、うん、なんて言ってもね、あのマイエイユケリンがそうらしいですね、なんて言っても大号泣だったんで、うん、まあ、その辺はやっぱね、うん、3期の絆じゃないけど、うんうん、よかったなと思いましたね。うんうん、あのいつも通りのねタナミンはあの帰ってビール飲もうかなみたいな感じで酔っ払いの服でなんかつぶれだったらしい、サラリーマンの服で確か前の時もそうだったらしいんですけど、問題は歌ですよね。タナミンの歌っていうところでどういう感じの歌になるのか、確かに、うん、どんな感じになるのか、ね、うん、ただやっぱちょっとね今までこうあんまり注目されてきてないメンバーではあるので、うん、タナミンようやく来たかと、うん、個人的にはすごい嬉しかったですけどね。昔から知ってる3期、うん、一番と言っていいぐらいこう注目浴びてなかったじゃないですか、うん、タナミンって3期の中でも。そうですね、うん、ラブタンとかね、うん、他いる中でさ、うん、タナミンはちょっとね、うん、まああの独特なキャラは確立してましたけど、ね、はい、うん、その点で結構ね、ちょっと期待感あるなと。そうですね、はい、といったところで、はい、今回の2016年のじゃんけん大会優勝はタナミンでございました。はい、はい、というわけで、おめでとうございます。おめでとうございます、ね、来年はぜひ NGT も頑張ってもらいたいなと思います。はい、はい、どうもマチでございました。はい、どうもケンさんでございました。動画見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。お願いします。ホームページとツイッターもやっております。ゲーム実況もやってますので見ていただけたら嬉しいです。